女王陛下のユリシーズ号は、イギリスの作家アリステア・マクリーンが1955年に発表した海洋冒険小説、作者の諸著作である。第二次世界大戦中、ソ連に援助物資を送る、架空の輸送船団 FR-77 と、ドイツ軍との死闘を、FR-77 の護衛部隊の機関、巡洋艦ユリシーズを中心に描いた作品。日本語版は、 村上広島のわけで、早川書房の早川ノベルズ、その後、早川文庫 NV から出版されている。1970年に、週刊少年サンデーで漫画化された。構成を、滝沢海、佐久は野口太陽が務めた。単行本化はされていない。過去20ヶ月の厳しい任務で疲弊しきったユリシーズに、再び輸送船団の護衛任務が命じられた。 乗組委員の不満はピークに達し、反乱の兆しすら見える中、秒針に無打つバレリー艦長以下、乗組委員たちは再び北極海へと艦を進める。しかしその北極海では最悪の解消の中、ドイツ軍の潜水艦と爆撃機が戦団を腰淡々と待ち受けていた。ユリシーズのモデルとなった大道休憩巡洋艦本作に登場するユリシーズは、 架空の軽巡洋艦である。大道級軽巡洋艦とベローナ級軽巡洋艦の中間に位置する艦で同型艦は存在しない。基本的な艦型はベローナ級に準じているが、速力は大道級、ベローナ級を上回っており、大やけみでは39.2ノットの高速を発揮している。また、世界で最初にレーダーを完備した艦艇とされており、 最大探知距離85マイルを誇るレーダーを三脚前、小柱と首相上に装備している。所属は本国艦隊で、本国艦隊の所属艦の中で唯一空母の指揮が可能な艦だったため、すでに多くの戦団護衛任務に参加し、戦果を上げている。今までの戦闘では目立った損傷もなかった、幸運艦であり、北極海洋のダズル名祭による、 幽霊船のような雰囲気も、相まって北極海を航行する、小船上組員たちには一種の伝説として、語られている。また、ユリシーズ以外の FR77 護衛部隊の、構成艦艇は、以下の13隻。ただし、悪天候による損傷や、U ボートによる雷撃などによって戦没あるいは、戦闘不能になる艦が続出し、FR77 と合流したのは、 機関ユリシーズ以下、スターリング、サイラス、ベクトラ、バイキングの5隻のみであった。すべて架空間であり、ユリシーズも含め、いずれもスカパフローを母校とする。なお、解説は、劇中の描写を元にしており、現実の同級感とは異なる場合がある。現代にある HMS とは、ヒズ・マジェスティズ・シップあるいはハー・マジェスティズ・シップの略であり、直訳すれば、 国王陛下の船あるいは女王陛下の船となる。これはイギリス海軍所属の船舶であることを意味する艦船窃盗時で後藤の代名詞は財政の君主のせいに従う。イギリスは第二次世界大戦の前期間国王上ジ六世の知性であり、正確には国王陛下のユリシーズ号と題されるべきであった。しかし翻訳自体の評価は高く、 解題の機会もないまま、現行の題名がすっかり定着している。日本でも評価の高い作品であり、早川書房のミステリーマガジン1992年5月号市場で行われたアンケートをもとに、1992年10月に発行された書籍、冒険、スパイ小説ハンドブックで発表された人気投票の集計結果では、本作が 海洋冒険小説部門及び総合ベスト100における第1位の人気を獲得している。ありがとうございます。